お、いやー久しぶりに来たー抜けるな。お、あ、なんか来た、なんか来た、来た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 、食った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 、白い、いいねいいね、40ぐらいだ、いいやつ来たじゃん。おお、怪しいねこれ、残ったぜ。高いな玉、残ってはちょっと下げるか、ちょっと棚下げてみるか、1メートル、ちょっと怪しいですね。残ってるね、18、やっぱりマダイいるぞ多分これ。よっしゃー、ダメだったー、もう。はい、ということでいろいろ釣りたい物なんですけれども、この動画は「ゆるく楽しく美味しく」をテーマに、釣りをしている人でもそうでない人でも釣りの楽しさが感じられて、釣った魚で美味しいご飯が食べたくなるような動画を配信しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。というところでね、一人ぼっちになってしまいました。今一便の7時出船の人たちがみんな出てたんですけど、こんな感じですね。今僕奄美一人ぼっちですというところで、今日はアオリイカをそろそろ釣りたいなと。昨日ちょっと今曇って潮が入れ替わって、こういう天気なので、ちょっとアオリイカがもしかしたら今日久しぶりに出るかもしれないので、アオリイカをやりたいというのと、あと先週ちょっと取り逃したマダイですね、それをちょっと狙いたいなかなと思いますね。なんとか今日どっちを揃うといいなって感じですね。よろしくお願いします。誰も来んな、寂しい。はい、というところで青木に来たんですけども、いけすの数すごいですね。123456788匹もありますね。泳がせ釣りの方ですね、チャンスなんじゃないでしょうか。これね、天気、これ春イカだったら最高の天気だと思いますよ。これ湿度もあるし、このジメッとした感じで、曇りでちょうどいい風、これ春や、今日もしかしたら途中でバカバカってラッシュが来る可能性がありますね。これ行ってみましょうか。なんかこうやってエギングやる人が増えると春が近いって感じがしますよね。うわ、かっけ、プレッシャーみんな上手なんだよな、かっこいい。お、帰って、あ、墨入っていった。なんとなく緑が来そうな気配なんだよね、こういう時、この天気。パタパタ食わせグリーン、ヒラメかな、頑張れ、引っ張れるよ、暴れさせたな、頑張れ。わわ、めっちゃ暴れてるじゃん。おお、でかいヒラメすごいはい、ということで少し沖に移動しましたね。ちょうど大きいヒラメが上がりましたね。おめでとうございます、よかったですね。いいな、俺も頑張ろう。イカも出てるみたいなので、ちょっとここで頑張ってみようかなと思います。沖に投げるか、45でいくよ。お、目がかったか、いやイカだ、一発やん、一発やん。いやー久しぶりに来たーいやー久々の、久々来たー。わあ、抜けるやつだなこれ。よいしょー久しぶりに来たー、やりましたー、久々、嬉しすぎる嬉しすぎる、久々来た、一発やったね。おお、たー、移動が大事っすね。よし、もうちょい行ってみるか、まだ釣れるかもしれないな。ちょっとムラムラで行ってきます、行ってきます、ムラムラで行ってきます。やばいな、そんなやつやばいよ。よし、これでマダイを釣れば初めてイカとマダイが釣れる映像がお届けできるんじゃないかと思われますね。この前取り逃がしたやつを迎えに来た感じですね。アリスはいきなりもう最初から 6メートル でいこうかなと思います。まず1投目だけはちょっと差し餌から入れてます。絡まっちゃうんでね、これ船でやったら怒られるやつです。ということで行ってみましょうか。何メートル落とそうかな、15で止めてみましょう。9時40分ぐらいからですね、スタートですね。よし、上げてみよう。一旦刺さってみるか。あ、待って、目がかってる。マジか。ここな、嘘。うん、針取れちゃった。もういきなり。ちょっと移動しよう。ということで、仕切り直します。よかった、アンカー抜けて。これね、ロスになるとね、お金がかかってしまうので。よかったよかった。危ね危ね。よし、ちょっと頑張るぞ、ここから。10時ちょい過ぎですね。まあ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 。全然まだ時間はある。よし、ちょっと一旦20は落としてみようか。何気にいいとこに入れてるんじゃないのか。おお、かかったかかった。なんか食ってる。違った今。あら、違うか今の。トントンってしたように見えたけど違った。餌取りですね。これは巻かずで止めてみるか。15で止めてみるか。ちょっと 1m 下か。10にするか。やっぱり10だ。もうちょっといこうか。ちょっと上げてみよう。いや、残ったね。うん、残った残った。ちょっと思い切って23ぐらいまで落としてみます。さあ食ってこい。あー、残ってるね。もう一回23でいきましょう。おっ、おるんちゃうん、やっぱり。どうしよう。20ちょっと上げてみるか。22にしてみるか。いるぞこれ。いやー、来たね。食わせきれるかやな。22だ。 1m 上げた。さあ来るぞ。頼むぞ、頼むよ。動画頑張りたいんだ。さあどうだ。くそー、来てくれー。なんとか。何とぞ。たいちゃん、たいちゃん、たいさん呼んでますよー。お、来た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 。なんか来た、なんか来た。お、取れない。なんか来たよ。おお、なんだ、フグかな。おお、なんだなんだフグっぽい。ああ、どうだ。大きくないけど、ああ、めちゃめちゃフグっぽい。このトントンってやつ全然重くない。よしよし、見えてる。お、白いぞ。あ、タイだ。わー、わおー、ちょっとちっちゃいかな。ちょっとちっちゃいか。ちょっとちっちゃいね。針取ってあげよう。はい、まだいいですけど、ちょっとちっちゃいですかね。これは返してあげようかな。30ないもんな多分。いや、ちょっとだけキープ。あ、いや、ちょっと元気なうちに返します。よし、またね。はい、わちゃー。いいぞいいぞ。よっしゃー。もう一回22とかにしてみるか。親が写真撮ってけばよかったかな。あ、でも30あったかな。30あったかもな。ギリないぐらいか。いや、もう一回釣ってやる。いいね。なんとかアンカーはちゃんと効いてるし、話題があれが来るなら大きいのも回ってきてもおかしくないよね。ドケドケっていうね。マダイって胸なのかな。大きくなってね、もうちょっと大きくなってね、いただきたいよね。まだまだ。はい、11時ですね。うん、ちっちゃいのマダイ来たんですけど、大きいのが回ってくるかの戦いかもしれないですね。場所はここで良さそうですね。フグとかがいなければちょっとここでとどまろうかなと思いますね。というか結構風があるので、ちょっとあまり動いて流されてわちゃわちゃするよりはここで粘った方がいいのかもしれないですね。残ってますね。23で1匹目が、あ、22しか落ちなかった。まあいいや。うねりがちょっとあってコマセが安定しないのかな。お、あ、なんか来た、なんか来た、来た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 。食った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 。食った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 。結構、おお、いいんじゃない？いいんじゃない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 。おお。わっちっち。いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。いいマダイや。よしよし。いいマダイだ。来た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 。おお。いいんちゃういいんちゃう。すげえ真下にポチってるけどあ大丈夫これ逆であげる逆であげる逆であげるかこっちにいけるおおいいかもいいかもマダイだ多分おおいいねいいねちょっとでも同じ40ぐらいあるかな。かわよーい。やってきたやってきた。40ぐらいかな。いる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 。わ、見えた見えた見えてる見えてる。白い。いいねいいね。40ぐらいだ。いいやつ来たじゃん。よし。よし。いいね、おい、おい、おい、40はないか、40はないか、よっしゃー、いるじゃん、これを持って帰ってやろう、いや、うわ、いいとこかかってますね、これ、うわ、ギリギリか、よっしゃー、うわっち、ダメ、触ったら、イェイ、30、40弱ぐらいか、40弱ぐらい、オッケー。よし、ちょっと生かしておきます。調子いいね。わあ、すごいルームシェアが、うわー、ティーティー、あー、わかるわかる、わかったわかった。だよね、だよね、急にイカおるもんね。ついにやったね。アオリイカとマダイ同時。キャー、キャー、すごいこれ。えへへ。素晴らしいルームシェアが完成しましたね。アオリイカとマダイが同居しております。この絵はゆる釣り史上初じゃないですか。やっと金得ましたね。よし、あ、ちょっとまだやつろうかな。あれでビビってたら70センチとかとんでもないんだろうな。はい、11時20分ですね。わあ、暴れないで。22の棚が当たってるようですね。わあ、これはおお、マダイかもな。これも残ってる、残るね。いるいる。23でいいな。同じ棚ですね。22から6メートル巻き上げですね。はあ、食われてというかこれほどけちゃったか。やばい、ちょっとまずいね。これは残ってそう、残ってそう。うん、おお、あ、フグいる、フグいるな。フグおんな。バナナバナナ、うん、まあこういう音がイカに反応してたな。イカに聞く音なわけないね。よし、終わりです。はあ、あ、最後このかったか。マダイですね。38センチでした。あとちょっともうこれはちょっとよくわかんないですけども、アオリイカですね。もう地獄みたいな感じになってますけども、ちょっと今日はマダイで鯛飯を炊きたいなと思いますので、鯛飯とあとお刺身をちょっと取って食べようかなと思いますね。卵、この前のより大きい。包丁を新調しましたね。熊本県人吉市からのふるさと納税の返礼品になりますね。去年かな、おととしか豪雨で災害があったところで、そこを支援するというところで、返礼品として、ふるさと納税をしていただきました。ありがたく使わせていただきます。はい。相当切れそうだな。おお、おお、スパッと。おお、スパッと。切れ味が抜群ですよ。あっという間に。うわ、めっちゃ入る。おお、わあ、なんか変な感じになったよ、ここ。そしたら一旦ピチッとしますね。よし、一旦冷蔵庫20分ぐらいかな。めちゃくちゃいい。はー、おー、そうすれば柳刃包丁も切れるね。ああ、ちょっとまだ湯気出よるし、具だくさんです。存分に入れます。贅沢。よいしょ。よし、これですごい。いただきます。よし、シャワー浴びよう。シャワーっていうか風呂入ろう。たまらんな、この香り。まあー、わおー、いい感じですね。よし、これをご飯お茶碗に盛って食べようと思います。はい、というところでやっと完成しました。8時ですね。あー、疲れた。鯛めしと、あとこれはマダイのお刺身を炙りにしてみました。あとこれは卵の炊いたやつですね。よし、それいただきます。よし、うわ、あ、塩振ってもいいな、これ。どうしよう。いただきます。うん、めちゃうま。うん、うん、大豆ふもめちゃくちゃうまい。うん、頑張ってよかったな。うん、めちゃくちゃうまいな。めっちゃうまいっす、マジで。塩をかけてほしいって声が聞こえましたね、アプリから。よし、食べていきます。うん、うん、塩で甘みが出るね。うん、おいしい。お醤油もいいけど塩もいいな。はい、というところでですね、やっとこう、もうちょっとやっぱマダイは3月いっぱいとかはやって、アオリイカが今日型がいいやつも出たりしてるので、もう少しですかね、アオリイカが始まるのも。で、マダイも今こうやって見たように卵が入っているので、もう産卵シーズンで、もしかしたら今日食わせきれてないだけで大きいマダイが近くにいる可能性があるので、ちょっとそれを夢見てですね、50センチ、60センチとか釣れたらいいなと思いますね。めっちゃ疲れてきた。全然舌が回らない。というところで、もう我慢できません。いきます。あー、これを飲むことによって、あと30分しか僕は起きてられないかもしれないですね。ありがとうございました。もう少しまで頑張ります。ありがとうございます。